シアでーす。さあ、今日なんですけども、ズバリ、斉藤さんやります。はい。まあ、斉藤さんがどんなアプリかっていうのは、匿名でリアルタイムで電話するって接続っていうと、同じ時間帯に、俺もやる、私もやるって接続した同士が通話できるというアプリなんですよ。アカウントをまだ作ってないんで、アカウント作りからやりたいと思います。そして、私の携帯で作ります。大丈夫ですか？大丈夫でしょ？会社の携帯ありますけど。いやいや、多分匿名でしょ？バレないはずなんだよね。電話番号とかは。これね、斉藤さんへようこそですね。これ、今から作ります。初めての斉藤さん。名前？結構シビアでしょ。本当ですか？大丈夫？大丈夫でしょ。性別男、30代。一言、テイって言ってこれですね。はい。手越渋谷男、30代、テイ。これで内容で始めたいと思います。誕生日とかも入れるから入れとこう。11月11日。出身地、神奈川県。全部本当じゃん。今日の企画に関してはこれも相手次第だから。話してくれる優しい人と繋がるといいね。カメラあるじゃん。さすがに画像はお風呂。そうだね、お風呂。これどうやったらスピーカーなんだろうな。こうか。一回もやってみなさい。これ受けてみます。もしもーし。切られるわ。え、あ、受けられたの？うん。注目いってみる。通話開始できませんでしたね。昼だから割とこういうアプリは割と寂しんぼナイトで寂しい夜男がやってるイメージだからね、うん、ごめんなさい通話が開始できませんでしたはやっぱキャンセルされた時って書いてますね。でも私有屋でちょっと拒否られてるかもしれない。マジかよ。話したいだろ、大体俺と。手越優子。変えてみようか。ちょっとね、それで繋がったらね。いきます。あ、来た。ああ、消えちゃった。え、いけそう。行ってみようか。うん、もしもーし。あ、もしもーし。もしもし。あ、どうも、はじめまして。あ、どうも。どこに住んでる人ですか？お前の近くだ。なるほど。切れたし。怖くないですか？お前の近くだつ。君じゃないよね。通話した人、君じゃないよね。本当？だから、ちょっと会話が成立したら、どうも手越ですで行こうか。どうもーって行くか次。どうもーな、その俺の普段の感じのテンションで行く。どうもー。もしもーし。もしもーし。聞こえますか？手越渋谷と電話してるんだぞ。斉藤さんするとは思わないですか。まさか。じゃあどうしようかな。どうも手越です、行ってみようか。行っちゃいましょうか。もう行ってみよう。来た、行ってみますね。どうも手越行きます。どうも手越です。あ、もしもし、手越です。本人です。え、マジっすか？マジっす。え、なんかちょっと信じがたいんですけど。今、はい、あ、会話大丈夫ですか？あ、大丈夫です。あ、本当ですか？どこに住んでらっしゃるんですか？あ、神奈川です。あ、神奈川ですか？はい。え、僕も地元神奈川です。え、神奈川の横浜出身です。マジっすか？そうなんですよ。一緒です。あ、本当ですか？ちなみに一つ了承を得たいんですけど、はい、YouTube 撮影してるんですよ。え、マジのやつですか？今マジのやつで YouTube 撮影してるんですよ。
で、斉藤さん何年ぶりぐらいにダウンロードをしてやって、で、全然会話みんなしてくれなかったんですけど、はい、初めてちゃんと会話をしてくださった方です。おいくつですか？今20代です。ちなみになんですけど、はい、手越優也にどういう印象を持ってます？タレントっていうイメージよりは、はい、ニュースでやってた時の歌がすげえなっていう。本当っすか？声も高くて、はい、パートもすごいし、めちゃくちゃ嬉しい。それなんかいろいろあったじゃないですか。はい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 、へえ、同じ男性にそうやって言ってもらえるのめちゃくちゃ嬉しいですね。本当ですか？はい、まあ、別にファンとかではなかったんですけど、はい、すげえなっていう印象です。マジっすか？はい、そうやってなんか 歌の部分とかを知ってくれてるの嬉しいですね。いや、歌はすごいと思いました。マジっすか？はい、あとテンションがすごい高いなっていう印象があります。いや、嬉しいわ。なんか逆にせっかくこうやってつながったからって質問とかってあります？はい、何でも。いや、もうどうやったらもうそんなに綺麗なビブラートが出ますか？ビブラートっすか？はい、なんかビブラートはこれは僕のあれなんですけど、いろいろ歌手によってもそれぞれこのビブラートのかけ方って、喉でかけたり横隔膜でかけたりとか唇を震わしかけたりとかいろいろかけ方あるんですけど、自分がこんな歌手のビブラートみたいなのかけたいなっていう人の真似をするっていうのが、なんかよく演歌の曲とか歌うときに、はいはい、なんとかのみたいなこうできるじゃないですか、こう真似で。これをなんかその J-POP の歌手でも K-POP でも何でもいいんですけど、なんかこの歌手のこのビブラート真似したいなっていう人の真似するっていうのが一番多分上達するし、ビブラート使えるようになると思います。あ、本当ですか？近々僕のボイトレ動画あげますね。みんなもこんなビブラートができるようになるとか、裏声とか高い気が出せるようになる方法みたいな、これであなたもカラオケ上達みたいなやつちょっと出しますわ。あ、欲しいですね、欲しいです。あ、本当ですか？これだけで多分100回は見ます。いやいや、ありがとうございます。ネタもできたんでめちゃめちゃ助かりました。あ、本当ですか？はい、これからもいろいろ、もちろん僕歌手活動も軸にやりますし、 YouTube とかもガンガン投稿していくと思いますので、もしよかったらちょっと今後も応援よろしくお願いします。そして手越優也のこの YouTube チャンネルももしよかったら見てください。見ます。じゃあありがとうございました。はい、失礼します。どうもー。おえー、すばらすばら。何真面目に会話して、超高青年だったね。歌とかアイドル活動を見てくれてたりとか、ガチで俺斉藤さんでボーカル指導すると思わなかった。ビブラードのかけ方を言うと思わなかった。企画決まりましたね。企画決まったね。彼のおかげで企画が決まりました、ね。というわけで近々でも手越がボイトレ動画出します。すごい。こんな向こうもびっくりするだろうね。でも信じてくれたね。うん、すぐね。うん、楽しいね。うん、もう一回ぐらい行きますわ。金の貝。くそ。聞いた目で嫌いましたね。ねえ。どうもー、手越でーす。おへー。もしもーし。もしもーし。もしもーし。くそ。惜しい。手越優子、テイって何言ってる。わーほー。惜しいですね。もしもーし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 、聞こえますか。聞こえます。何してるんですか。なんかゴロゴロしてます、今。本当ですか。
こちらは家です。なるほど。手越ゆうやさん。どうも、手越ゆうです。あ、すげえ、手越ゆうやだ。会話してくれるんすか？いや、もう手越ゆうや大好きなんで俺も。マジっすか？いや、もう手越ゆうやは YouTube チャンネルちゃんと登録して Twitter もフォローしてるからな。ほんとっすか？はい、今まさに YouTube 撮ってるんですよ。マジっすか？ガチっす、ガチっす。今家で。マジっすか？そうなんですよ。リアクションめちゃくちゃいいじゃないですか。ガチっす、ガチっす。なんでそんなチャンネル登録とか SNS とか登録してくれてるんですか？いや、僕が、シンプルにとあるゲームをやっていまして。ほう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 。とあるキャラクターが手越ゆうやさんめっちゃ似てるんですよ。あれか、第七人格だっけ？あ、違います。スマブラですね。あ、シュルク。そうです、そうです。あー、わかります、わかります。シュルクによく似てるって、SNS で騒がれてるのは知ってます。そう、はい。お、なるほど、スマブラをやるときに。そう、手越ゆうや来たなって。なるほど、なるほど。え、そこで、それで、ね、なんか、名前がどんどん入ってくるわけじゃないですか。なるほど、そうですね。まあ、周りの人も言うし。で、ちょっと普通に気になって、はい、調べたら、はい、めちゃめちゃ面白いなって思って。そんな入り口あんの？へぇ。普通に応援したけだったんすよね。マジっすか？はい。へぇ、シュルクから入って手越ゆうやを検索して、そうです、応援してくれてるんですか？すげえな、それ、その入り口。めっちゃ鍵がからないですけど、めっちゃ応援しようと思う。すっげえ嬉しい。なんて高青年。ちなみにおいくつぐらいなんですか？俺18っす。あ、18歳。若っ。学生ですか？専門ですね、俺。あ、何の専門なんですか？なんかインタビューみたいになってすいませんね。なんかゲームプログラムとか、そっちの方です。あ、そうなんだ。で、僕もゲーム大好きなんで、ガチゲーマーなんで。じゃあ将来ゲームを作る方に、回るんですね。へー。ちなみにじゃあ、ちょっといろいろ質問したいんですけど、はい、手越ゆうやに持ってるイメージってどんなイメージあります？あ、なんか、問題起こしたみたいな聞いたんですよ。ほう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 。問題起こしても、手越さんめっちゃいい人じゃんっていうふうに、会見っていうか、なんかそんな感じもあるじゃないですか。退所した時の会見ですかね。あ、そうです、そうです。はい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 、はい。その時、なんか、普通に俺、好印象なんだけどなっていう。印象で。はい。あ、ほんとっすか？はい。すげえ嬉しい。よかった。ちなみになんか質問とかってあります？手越ゆうやさんスマブラやるんですか？スマブラは、64のザ・スマブラ世代で。あー、なるほど。はい。だ、その時は、俺誰使ってたか、ネス使ってたかな。ネス、いいですね。はい、ネス使ってて、最近、このゲーム配信とかもいろいろ始めたんで、そのうち多分スマブラの最新作も触れることになるかな。じゃあその時は俺、じゃあシュルク使います。俺使います。俺が俺使います。いや、もうその時はもう、はい、もう広めますよ。あ、本当ですか？おい、手越ゆうや使った。いや、でもめっちゃちゃんと話してくれてありがとうございます。あ、いえ、こちらこそ。なんで俺って分かりました？あ、なるほどね。すごいなんか、褒めてくれるし、すごい嬉しかったです、めちゃくちゃ。かわいいな、かわいいな。ぜひ、僕のチャンネルのこととか、SNS のこともぜひ広げてください。ゴリゴリ広げます。かわいいな。いや、ありがとうございました。はい、そうなんですよ。どうも。ぜひ、この動画も近々流れると思いますので見てください。はい、ぜひ。最高な高青年につながってよかったっす。じゃあ、プログラミングの専門学校と将来多分ゲーム作ると思いますので、僕もゲーム大好きなんで、頑張ってください。手越さんの家に、はい、伝わるレベルで頑張ります。頑張ってください、応援してます。ありがとうございます。
じゃあまた失礼しまーす。どうもめっちゃ可愛いじゃん。なんか俺その斉藤さんってなんか罵声浴びせられたりとかなんかするイメージなんだけど、ちゃんと会話した男の子2人ともめちゃめちゃいい子だし、でしかもね、あのスマブラの主力から入って俺を調べるってそんなことあるんだね。2人ともめちゃめちゃ好青年だし、応援してますとかで、なんかいろいろこうね、まあ、僕ってこう割となんだろう破天荒にというか自由に生きてきてるから、いろんなねとこでこう迷惑かけたりとか、それこそスキャンダルみたいなことも、まあ、今までね、あのすごいまあファンの人心配させたりとかで、まあ、あのいろいろこうね、あるんですけど、でもなんか会見とか見て別によくねとか、手越くんのキャラがどうのこうのってやっぱ言ってくれるってさ、ある程度やっぱ僕のことを知ってくださってるってことじゃないですか。なんであのすげえ自信元これもいいね、ちょこちょこやっていこうか。あ、なんかキャラ濃い人が多そうな深夜帯とか、うん、この動画見て手越斉藤さんやってるっていうのが分かると、もしかしたらユーザー増えるかもしれないいつか繋がるんじゃないかみたいな。というわけで、今日は以上になります。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ありがとうございました。